です。マメです。騙された人いっぱいいるでしょね。これは全員度肝抜かれたな。度肝抜かれたんだよ、これ度肝抜かれたんだよ、これ 1.6 万人の方が来てくださっておりますね。わー、嬉しいんだぜ。はい、改めて挨拶、はい、いきます。せーの、ゴーとザット J1 でーす。マメです。レンでーす。はい、お願いします。あれもう最終日ですよね。ね、ちょっとこれ名前つけとく。オッケー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 。じゃあ僕やりましょうか。はい、マメレンでいいですか。うん、いいよ。はい、固定しちゃったね。おー、はい、タクって何だって。はい、あの、たくみくんですよ、僕は。そうですよ。はい、染めたもんね、髪黒に。どうですか。どうですか。かっこいいでしょ。はい、今ね。はい、何ですか。とある撮影が終わった後だね。終わりました、はい。何とはちょっとまだ言えんけど。そうですね。めっちゃ楽しかったな。うん、楽しかったですよ。もう、楽しみだな、公開が。ね。はい。いつぐらいやろうね。来年かな。来年。はい。もう今年あと3日しかないです。そうだね。はい、コメントね、読んでいきましょうと。おお。はい。なんか送ってください、コメント。来てるのよ、はい、もういっぱい。はい、染めた。染めた。染めてないです。黒です。マメちゃんかわいい。はい、4トンお疲れ様。ああ、そうだそうだ。昨日はおととい、はい、すごい楽しかったです。僕らもすごい楽しかった。今ハイトン取ったで。そう、うん、はい、それ言わんでいいの。あ、言わんでいいんだ。言わんでいいんや、はい、ね、楽しかった。およそ1000人ぐらいか。ぐらい、うん、疲れ。もしね、昨日おととい、はい、あの、電話というかオンラインでお話できなかった人も、うん、今日はね、今これできるんで、はい、たくさん入ってくれ。たくさん入ってくれ。年末だぞ、みんな。 J1 検定めっちゃ難しくない？だって確かに難しいかもね。あれ普通に書いてないっすもん。だってちょっとなんかみんな、うん、ふざけてる。ふざけんなって。はい、高校卒業したら染めたい髪色は、お、赤色っすよ。真っ赤。真っ赤か。赤坊主。うん。真っ赤にしたいです。はい。真っ赤。髪は大丈夫って来てましたよ。大丈夫じゃないよね。大丈夫ですよ。いい染まり具合してます、ね。いい染まり具合してる。はい、この前染め直したよ、ちょっと。あ、らしいですね。らしいって言った今。らしいですね。ちょっとなんか青色っぽくなっちゃって。そうそう。でもこれがちょっと落ちるといい感じになります。なるほどね。はい、エフェクト、あ、エフェクトなんか使えるんだ。エフェクトって何？ちょっとやって。使ってみる。マスク。これかな。だからもうこういうことっすよね。おお。いや、終わったて。終わったんじゃいで。あ、すごい。お、顔が変わるね。でも、おー、はい、何がいいですか。分からん。これはちょっとむずいね。むずい。え、マジで分からん。そうね、踊りました。やっぱそういうもんだよね。はい、何でもやっぱかっこいいんだよね、僕たち。かっこいい。一応一応 J1 なんで。はい、はい、ね、もうね、年末ですよ皆さん。うん、今年29。どうでした。どうでしたでしょうか皆さん。じゃあ今年の反省と、はい、ちょっとむずいっすね。マメどうだった。いや、僕はいい1年でしたよ。いい1年だった、はい、みんなにちょっと会いたかったですけど、ね、そうね、はい、まあね、ちょっと大変やったけど、うん、来年はね、もしかしたら会えるかもしれんから。そうですね。いや、でもね、なんか質問送ってください。なんかあれしてくださいよ。あれしてくださいよ、はい、いやー、そうですね。お、今年一番笑ったこと何？いや、あるっす。何？前の
ナイキさんの撮影の時に、うん、あの親を撮った時あるんですか、うんうん、その時に圭吾くんが歯磨きしてる時に、うん、トイレから出てきてベロかっぴらいてグワーって歯磨きしてる。バカ面白かったな、あれ。あれ今年一話だった、あれは。マジで面白かった。変顔しながらやってた。あれもうめちゃくちゃ面白くて、どぎも抜かれた。あれはやばいわ。動画撮っときゃよかったね。どぎも、どぎも。はい。俺ね、あれやわ。何ですか？オエオの MV 撮影の最終日。はいはいはい、あの最後、みんなでさ、寝っ転がってさ、はいはいはい、一番星のとこで、あそこを撮る前に、ちょっと雨でさ、地面がぬかるんどって。うん、それをなんか敬語が全部敬語なんかこうなんていうの、スライディン グ,、ね、スライディング、なんかスライディングしてもなんかぬかるんでてもこけないよみたいなちょっとやつをやろうとしたら本当にガチこけして、しかも泥で水たまりもあったから、その泥水がバシャーって飛んで、あのカメラマンさんにスタッフさんにぶち当たる。あれめっちゃおもろかった。最悪よ。いやでも最高だったな、敬語くんな、あれ。いや、敬語が面白いっていう、めっちゃ敬語くんおもろいんや。いやー、2021年も、はい、敬語が暴れてくれるんで。そうですね。あの、ソングオブ東京の時も敬語おもろかったもんな。なんであんなに話聞いてないの。面白い。スクショタイム。はい。終わり。はい、ちょっとね、グダグダですね、僕たちね。スクショタイムって、スクショタイムっていう文化すごいよね。そうっすね。いや、そうなってくるともう終わらないです、はい、なんか、はい、ちょっとごめんなさい、下手くそですよね。でも、インスタライブはこういう感じ、はい。僕が昔インスタライブした時は2人しか来ない。パパとママやな。2人しか来ないですよ。インスタライブ、はい、めっちゃ久しぶりやな。インスタライブやったことあります？昔あれか、最初の一番最初のデビューの配信インスタライブでやったことか。うん、やってない。9時の前の前の前の。あー、なるほどね。うわー、リレーダンス可愛かった。ありがとうございます。めっちゃ狭かったっすね、あそこ ね、はい。あの、あれも敬語がすごい上手かったね。確かに。プールで撮った分とか。あそこめっちゃ面白い。顔、可愛いもの。なんでやろう、敬語。レン君、銀髪にし始めたのいつからですかって。あ、でも、なんか銀髪やったり、はい、黒やったり、青やったり、はいはいはい、ピンクの時もあった。見たことないな。で、いろいろやっとって、プデュの直前までは黒やった、はい、で黒でそのプデュ受けるってなった時に俺はこれやと思ってそのしてずっとこれ。へえー、すごいですね。それがだってもうずっと J1 になってます。そうですね。死ぬまで。それは死ぬまでとしたら髪ないっすね。はい、フルーツバスケットの意味、はいはい、これは深いね。これ深いっすよ。相当深い。これもう多分言葉で表せない。そうね、はい、心やもんね。そうなんだ。結局そういうことなんだ。意味わからんもん、本当に。髪を染める予定は僕はないです、今のところ。はい、来年は何をしたいですか。来年、うん、まあ、ライブは、ね、ライブはもう絶対だから会いたいっすよね、やっぱり。ライブでジャムに会うのはもう当たり前やから、うん、それ以外のことでやりたいこと、それ以外のことをやりたいこと、はい、うわ、難しいな。もうそれがなんか結構目標みたいになってるから、はいはい、僕あれしたいっす、DJ。 あっ、はい、DJ 豆？ DJ 豆したいっす。最近買ったもんね。はい、そうなんですよ。夜な夜な練習しててターンテーブル回してる。そうなんです。あのルキ君の部屋がちょっとうるさく迷惑かかってあのめっちゃめっちゃいいスピーカーを買って、うん、これぐらいでっかいです、うん、見た見た。めっちゃいいんですよ。結構でかい買い物じゃない？今年1位ぐらいじゃない？そうですね。そのセットというか一番高かったです。やるな。はい、いや嬉しいです。いや嬉しいです。カサカサ音気になるって。
今スタッフさんがお仕事してくれてます。ありがとうございます。申し訳ないです。そこはちょっと、はい、ねカサカサ音も愛してください。カサカサ音気になるって言ってくれた。もう最高最高。お仕事だ、はい。CDJ じゃないです。PCDJ です。何 CDJ？ CD 入れてやるのが CDJ で、僕やってるのは PCDJ なんで、なんていうの、データでやるんです。そうです、パソコンで。はい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 、はいはい、そう、パソコン買ったもんね。パソコン買いましたね。うわ、はい、作曲した曲聴きたいって、レン君の。ダメダメなんですか？まだまだダメなんだ。でも今ね、めっちゃ純喜と翔也とかと、あとスカイもかな。ああ、そうね、ヘッドホンみんなでちょっとお揃いのやつ買って、はいはい、ちょっとこれつけてみんなでちょっとガチで頑張ろうぜって言って。ああ、いいっすね。僕もあの社長にヘッドホン買ってもらいました。あ、もらってたね。はい、誕生日プレゼント。めっちゃいいやつなんでしょ。6ヶ月ぐらい、7ヶ月ぐらい前なんですけど、5月30日なんですけど、ね、ずっとあの何にしようかなって迷ってて、うん、そしたらあのヘッドホンがいいなと思って、それこそ DJ のやつ買って、うん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 、そしたらあの社長が買ってくださいました。めっちゃ良さげやね、あれ。すごい嬉しかったです。いいな。ヘッドホンってあんまつける機会なくない？ないっすね、うん。でもめっちゃいいんすよ、音質が。あ、嘘、うん。俺まだ聞いてないもん。めっちゃいいっす。やっぱ早いっすね、あの、あれが。進むのが。ね、あんま、ダメよ。方言で話してほしい。あー、じゃあ話すしかねえか、これ。話すか、これ。ねえか。うん、しゃあねえな、これ。でも方言、結構出るくない？いや、出ないっすよ。嘘。いや、もう、じゃあ方言クイズして。方言クイズ、むずいっすわ。なんだむずいっすわが方言クイズ。コケ、コケ、コケ。え、コガイ、コガイ、こんな風にみたいな。あ、そんな感じ。当てちゃったよ。こんな風に、まあ、ここにって感じ。ここに携帯があったら、コケ、携帯あるやん。なんていうの、あ、ここにコケ、コケ置いとってくれみたいな、はい、あ、そうそう、そういうことっす。俺もわかるもん、わかるもん、はい、コケ置いといて、あ、コケね、小がいな、小がいな、小がいなもんいらんやん、小がいなもんいらんやんけ、こんなもんみたいな、はい、へぇ、あの、結構あの、あれなんですよ、あの、ちょっとそう、なんなの、ここまで来て、あんま言わない方がいいとそうね、そういうこともあるよね、はい、そういうこともあったんですね。ダサいとかかと思った、はい、違いますね。ああね、でもちょっと思うわ、確かに。オッケー、焼肉行ったシャトーブリアン食べてないですね。うわー、最近はね、そうね、最近あんま行けてないからね、焼肉、はい、でも僕初めてこの間事務所に行きました。エンターテインメントラポネの、あ、逆かラポネエンターテインメント、ラポネエンターテインメント、めっちゃ良かったな。綺麗やんね、うん、社員さんと会えて嬉しかったです、うん、はい、ここにいますけど、ね、ここにいますけど、はい、はい、あと1分みたいですよ。あら、いいの、ごめんなさい、もっと来てくださいと、なんかコメントお願いします。最後だよ、マネちゃん、お年玉、あ、もらうの、いや、もうみんなであげる、何ですか10人からあげる、うわ、嬉しいこのあとまだ仕事、いや、今日はこれで終わりですかね。今日も終わりました、はい、でも明日がね、明日また別のスケジュールが、はい、明日もすごいちょっと早いからね、うん、楽しみだね。うわー、愛嬌、愛嬌大掃除しますか、だってせないかんよ。そうっすね、せないかんわ。確かに今年1年、1年1年1年シャークリスもね、そうね、お掃除できるかな、ちょっと頑張らないか。カウントダウン TV 楽しみだって、ありがとう、頑張るよ、はい、絶対見てね。あとあれも1日のやつ、はい、発表されてるっすよね、発表されてるっすよねまあね、わかんねえわ、わかんないよね、はい、1日も何があるかわかんないからね、はい、そうですね、急に電話ボーンって出てくるかもしれんからね、ごめんなさい、はい、いや、本当に嬉しいな、はい、今年はあと4日、3日、3日ぐらい、3日、はい、楽しんでね、みんな、うん、そろそろ、はい、もう終わっちゃうお時間だということで、うん、来年も一緒に素敵な1年にしましょう、はい、今日はありがとう、良いお年を、またね、楽しかったぞ、楽しかったよ、最後に、はい、コメントいっぱいやっていいよ、
はい、最後に「されてるよ多分」って、ほら「されてんやん」「されてるやないか!」ということで。